違いの僕らが夢を追いかけるのは芽を出した好奇心の種が空を目指すから色とれ理研テクノスプレゼンツ今日は神戸女学院大学文学部総合文化学科3年の谷谷理香さんにお越しいただきました。谷谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ早速ですが谷谷さんは今どんな活動をされているんですか？ディアミ実行委員会という学生団体に所属しておりまして、フィリピンのケソン市のパヤタスというゴミ山に住む地域の子どもたちにファッションショーを開催しております。ディアミーはフィリピンのストリートチルドレンを対象にファッションショーの開催を行う学生団体。ファッションを通じて子どもたちに夢を描いてほしいという思いからこのプロジェクトが始まりました。今までは年に2回8月と2月に毎年開催していました。活動としましては企業様からサンプル品のお洋服や廃棄予定のお洋服などをいただきまして、フィリピン大学でランウェイの上で夢を描くということをコンセプトにファッションショーを開催しております。立ち上げたのは西川あゆみさん。西川さんは世界中を一人旅しながら出会った人々のファッションを撮影し雑誌を制作。その旅の中で出会った厳しい環境にいる子どもたちに人生の転機となるきっかけを作りたいと思ったそうです。こちらになるんですけど、子どもたちが将来の夢を見つけたとかありがとうっていうお手紙をいただきます。ちょっと大げさかもしれないですけれども、こうやって本当にきっかけ作りができて、毎回行くたびにおかえりって言ってくれて、こういうのを見ると本当にこう本当に喜んでくれているんだろうなっていうのが ね、ランウェイを歩いてる時の子どもたちって本当にキラキラしててすごい笑顔が素敵なんですよ。終わった後とかもすごい泣いて喜んでくれて、また来てねっていつも言ってくれるので、もうそれがすごい嬉しくて。そんな谷谷さんの夢は子どもたちの夢の実現をサポートすること。その夢のルーツは、今までこのファッションショーを開催してきて、もう夢を描くきっかけ作りをしてきたんですけれども、やっぱりきっかけ作りだけでは無責任なのではないかと思い始めまして、今回初めて導入したんですけれども、そのキャンドル作りを現地でいたしまして、でそれを日本に持ち帰って日本で売って、その売上金全額を子どもたちの就労支援とまではいかないですけれども、教育訓練費に充てたり、もっと夢を叶えられる、夢を実現できるような場を作りたいと思います。今回の夢は子どもたちの夢の実現のサポートがしたいでした。次回はどんな夢に出会えるのでしょうか。科学の力のチャレンジメーカー理研テクノスがお送りしました。